皆さん、はいさーい。今回は沖縄美ら海水族館公式 YouTube へようこそ。私は解説員の藤野です。黒潮水槽担当の飼育員をしています上運転と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は5月21日の土曜日に行ったインスタライブ配信で皆様からいただいた質問に飼育員の上運転さんと答えていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いしますではまずジンベエザメについての質問からです。ジンベエザメってとっても大きい生き物なんですけど、やっぱり食べてるものって大きい魚とかなんですか？実はですね、ジンベエザメの餌はとても小さい餌を食べています。そうなんですね。美ら海水族館では、プランクトンの南極オキアミ、ツナナシオキアミを主に挙げています。自然界で、魚の卵、それから生まれたばかりの小魚を食べているという情報があります。なので水族館でも、シラス、それからサバを細かく切ったもの、他にも桜エビなんかもあげています。それを1日にどのぐらい食べるんですか？はい、1日多い時で30キロから40キロぐらい食べることもあります。そうなんですね。ジンベエザメの寿命ってどのぐらいなんですか？そうですね、ジンベエザメの寿命はっきりとは分かっていないんですね。今いろんなところで調べられているんですけど、推定100年以上くらい生きるんじゃないかなって言われています。ありがとうございます。ジンベエザメの背中に白い斑点模様があるんですけど、あれって何か役割とかあるんですか？その白い斑点模様、ジンベエザメのジンベエの由来になった模様ですね。この模様は水面にいるときに、この水面の反射した光と同化して姿が見えづらくしてるんじゃないかなって言われています。ありがとうございます。視力っていいんですか？ジンベエザメ、人間みたいに視力検査があるわけじゃないんで、なんとも言えないところがあるんですけど、でも目からすごいいろいろな情報を得てるんじゃないかと思われます。っていうのは、ジンベエザメの目に鱗があるんですね。それを発見されてるんですけど、あとジンベエザメの目の前に何か危険な物体とか、手でも察知するとジンベエザメは目を引っ込めることができるんですね。この目を守る機能がいろいろあるので、いろんな情報を目から得ているんじゃないかなと思われています。上運転さんは引っ込める瞬間見たことありますか？はい、私は水槽に入ってジンベエザメと一緒に泳いだ時にちょっとやってみましたやってみたんですね。やってみました。では次、マンタについての質問に行きたいと思います。はい、マンタの餌は何食べてるんですか？はい、ジンベエザメと同じようにプランクトン、南極オキアミとツナナシオキアミを主に挙げています。マンタは泳ぎながら口を大きく開けて、で頭の先にある頭皮っていうヒレも広げて、その角みたいなものですか？そうですね、普通に泳いでいるときは巻いてあるんですけど、餌のときにはそれをバッと広げて餌が入りやすいように泳ぎながら餌を食べています。海水はエラから出しています。でそのエラに餌をこし取るところがあるので、餌は残って海水だけ出すような仕組みになっています。水槽の中に背中が黒くてお腹が白いマンタと全身真っ黒なものがいたんですけど、それって別の種類なんですか？それは同じ種類で、南洋マンタと呼ばれるマンタなんですけど、南洋マンタの中に本当にごく稀にこの背中もお腹も黒いブラックマンタっていうのが見られます。マンタに毒はありますか？マンタに毒はありません。一応マンタはこの毒のトゲを持っていません。ありがとうございます。ではここまでジンベエザメとマンタについての質問に答えていただいたんですけど、次はその水槽の中に他の魚も暮らしているので、その魚の質問を答えていただきたいと思います。
水槽の中にマヒマヒはいますか？はい、マヒマヒ、ハワイ語でシイラですね。そうですね。はい、泳いでいます。いつも上の方を泳いでることが多いですね。あの緑のキラキラしたやつですか？そうですね、結構上からの光に当たると綺麗に見えると思います。ガーラはいます？ガーラはいますか？ガーラを沖縄の方言でアジの仲間のことをガーラって言いますが、水槽に何種類か泳いでいます。アジの仲間今種類いっぱいいて、今増やしてるところなんですね。なので、ね、これからどんどん増えていくと思うんですけど、まあ、ガーラって言って一番目立つのがローニアジとギンガメアジかなと思います。カツオはいますか？カツオもいます。オオテンジクザメはいますか？はい、オオテンジクザメ、3メートルぐらいになる大きいサメなんですが、おとなしいサメなので水槽の下の方に寝っ転がっていることが多いです。そしてアクアルームっていうところで、ゆっくりアクアルームの上でゆっくりしていることが多いので、そこから座りながらお腹の方を眺めることができます。アクアルームおすすめの場所ですね。はい、綺麗です。ホウライザメはいますか？はい、ホウライザメも泳いでいます。ホウライザメも上の方を泳いでいるサメですね。ちょっと小さめのサメですか？はい、1メートルちょっとぐらいのサメですね。ありがとうございます。グルクマって美味しいんですか？グルクマはとっても美味しいです。グルクマはお刺身が美味しいんですけど、なかなか新鮮じゃないとお刺身が食べられないのでチャンスがあれば食べてみたいと思います。水槽の中にたくさん海水が入ってるんですけど、あの海水って人工海水なんですか？いや、そうですね、水槽の中すごい水量ありますね。あれは人工海水ではなくて、すぐそこの海から引いてきてそれをろ過して使っています。どのぐらいの海水入ってるんですか？黒潮大水槽には7500トンの海水が入っています。ありがとうございます。はい、ここまでたくさんの質問に答えていただいたんですけど、はい、実はインスタライブではコメントで感想もたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。癒しとかジンベエザメ好きです、ジンベエザメ模様が綺麗であったり迫力があります。嬉しいですね。あの水槽をじっくり眺めてもらって、そうです、ね、あ、すごいとか聞こえるとそうでしょって思います。先ほどコミュンテさんが実際に水槽の中にジンベエザメと一緒に潜って泳いでると話していただいたんですが、やっぱり水槽の中で一緒に泳ぐと迫力ありますか？はい、そうですね、私たち飼育員はジンベエザメの、体の大きさとか計測をするときに、あのジンベエザメと一緒に泳いだり体調を見るときに泳いだりするんですけど、やっぱり隣で泳いでるとすごいデカさが伝わりますね。ジンベエザメ今大きさどのぐらいありますか？今 8.8 メートル大きさがあります。水族館に来た時は 4.6 メートルで、27年飼育して 8.8 メートルまで大きくなってます。ではここまでたくさんの質問そして感想についてもお話ししてきたんですが、そろそろ終わりにしたいと思います。はい、コミュンテさんありがとうございました。ありがとうございました。また皆さん、インスタライブ配信も行うと思うので、よかったら皆さんインスタグラムのフォローもお願いします。お願いします。沖縄美ら海水族館でお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。コミュンテさんは何の魚が一番好きなんですか？ですね、私は水槽に、今大水槽にいるのだとオニアジっていう魚がいるんですね。アジの仲間なんですけど、尾びれの方がちょっと長めでかっこいい魚なので、ちょっと上の方を
5匹群れになって泳いでるのでマニアックなんですね。そうですね。よかったら皆さんオニアジ探してみてください。オニアジありがとうございます。はい。